野村正明野村正明から1902年10月2日は日本の内務官僚、政治家、県知事、旧名、市木七之助。正式名は市木正明。薩摩藩士の子として、鹿児島郡城だけ町で生まれる。改正書で英を、藩寿者から官石を学んだ。1875年に上京し、芝野近藤塾、さらに明治11年に、 慶応義塾に入学して、藤田も吉などと共に映画などを学んだ。西郷隆盛と西南戦争に従軍して生還。野村忍介と共に再度、慶応義塾に入り、福沢諭吉の推薦で、元吉秀三郎を紹介され、新聞事業の準備に当たった。1882年、鹿児島新聞社社長に就任。以後、鹿児島県会議員。 鹿児島県地方衛生委員などを歴任。1887年1月、愛媛県書記官に任官。以後、内務省参事官、宮城県書記官、鹿児島県書記官などを歴任。1894年9月、鳥取県知事に就任。前年の水害の復旧事業、伝染病の救護事業を推進した。1896年4月。 津月と無省南部局長に転じさらに台湾事務局長を務めた。1898年10月、和歌山県知事となる。以後、岐阜県知事、宮城県知事、石川県知事を歴任。1902年5月、愛知県知事に就任したが、持病の悪化のため、同年9月に石川県淡津温泉で療養したが、同年10月、赤痢のため、 金沢病院で死去。ありがとうございます。